今回は肩甲骨を動かし血流を良くして肩こりを予防していきましょう。肩こりが長時間続くとめまい、頭痛や耳鳴りといった症状が出てしまうことや、胸郭出口症候群や頸椎症などの二次的な整形外科疾患を引き起こす可能性があります。今回の運動をすることで肩甲骨につく筋肉の運動となり、循環の改善が期待され肩こりの予防になると考えられます。また肩甲骨の動きが出ることによりいい姿勢が取りやすくなります。それでは早速練習してみましょう。椅子に浅く腰掛けます。両手で肩を触り肩を回します。肘を後ろに回すときには胸を張り肩甲骨を寄せるように背中を寄せます。このとき肩は上がらないようにしましょう。肘が前に来るときには肩甲骨を離すように背中は丸めます。それではこの動作を10回続けて行いましょう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1逆も同じようにやってみましょう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1元の姿勢に戻します。肩甲骨がしっかり動くようになると背骨が伸び良い姿勢が取りやすくなり肩こりの予防につながります。良い姿勢を取る習慣をつけて肩こりを予防していきましょう。